この53のトーナメントは、なんだろう、キックボクシング界史上一番熱いトーナメントかもしれない。これは言い切れるっす。日本にあるキックボクシング団体の53トップが集まったな。キックボクシング史上初って言ってぐらい豪華なメンツが集まったんで、世界最強を決めるトーナメントだなって思います。僕が本当時代を作るというか、今後のライズのスターというかエースになるんじゃないかな。19です。僕は最年少ですよね。新しい時代なんじゃないですか。多分どこからキックボクシングって誰が勝っていくかっていうのが、ノックアウトの決勝で負けてしまったんで、やっと借りが返せる時は来たかなと思います。大崎選手手の内分かってるんで、やっぱこのトーナメントを制したら格闘技界でもやっぱもう一目置かれるというか、まあ、KO ですね。早いラウンドでの KO、 僕が勝つんでもうそこで終わりですね。石井選手は選べるんなら白尾選手を選びたいなと思ってたんで、強い選手を倒して僕の実力を証明したい。コーナーを設置のバックブロー、右ストレート、狙われてるのも感じますし、最近思うのは自分に勝った場合じゃあ那須川選手と戦えるみたいな感じになってるじゃないですか。だから絶対負けられないなって思いますね。僕たちでみんなで盛り上げて、日本中、そして世界中を元気つけたいと思っています。嫌っすね、優等生嫌いっすね。ほんまは何を思ってるのか分からへんし、誰に向けてそんな好青年やってんねんと思うっす。ました。さあ、仕留めに行きます。風で仕留めに行く。大崎選手して、おー、あー、ドドーン。エバタグイっすね。まだまだやっぱり若いですしね、今からの選手だと思うので、ただ全力でぶつかって全力で潰しに行きますね。暴風注意報ですよ。俺が一番強いし、誰よりも花もあるし、面白いし、いやちょっと分からしたいですね、マジで。余裕で勝つと思うんだ。田丸選手多分相手にならないんで、自信があるのはいいと思いますけどね。田丸の勝利、防衛です。現にあなた負けてるんで、僕が勝たないと本当に盛り上がらないというか、自分がライズを引っ張っていくしかないなって思ってるんで、まあ1ラウンド持てばいいかなと思ってますけど、全部 KO で勝っていきたいなと思ってます。今もう8人の誰が何しても、今の状況だったら誰が何しても正解じゃないですか。でも試合を終えることによって4人はやってたことが間違ってることになるし、4人はやってることが成功だったんだなっていうふうに分かるんじゃないですか。ポン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 倒して500万取れればめちゃめちゃおもろいんじゃないかなっていう。なんか負けたら全て奪われるじゃないですけど、得るものはまあいっぱいあると思いますね。僕が一番だと思います、はい。
僕は圧倒的に優勝したいですね。ここで勝てば自信にもなるし、まあこれ優勝したらマジで最強を名乗ってもいいと思ってるんで。棋戦にはちょうどいいぐらいの相手ちゃうかなと思います。この前の試合も見たけど、おもんなさすぎやろっていう、金もらえてそれかよって、アマチュア出ときやと思いますけど、ね、殴りがいがあるんでそう来てもらったんだ。本当に相手にならないと思います。前大会でプロとしてやってはいけないことをしてしまったんで、申し訳ございませんでした。さっき中指立ててきたんですけど、まあ、減量もできないくせに舐めたことしてんじゃねえぞって、まあ、何も反省してねえなって思ったんで、まあ、僕はそんなぬるい気持ちでやってきてないんで、いや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 、反省して謝ってるんで、僕だったらこんなのこのこ出てこられないですね。まあ、減量ができなかったら死ぬぐらいのつもりでやってるんで。だから実力ないのにようそんな人気あるなと思って、顔かっこやったらモデル行った方がええんちゃうかなと思って。ほんとなんか勘違いしてるみたいなんで絶対負けないです。体重のことしかごちゃごちゃ言われないでしょ。終わりやろって感じですけどね。まあ、調子なんかっただけマシは重たい。まあ、しっかりレベルの違い見せて、まあ、最終的に KO したいですね。多分本当に相手にならないと思います。早く減量しとけよって感じですね。もう二度と裏切らないんで、まあ、今年の残り半年思いっきりファンと一緒に格闘技界荒らしまくったろうかなと思ってるんで。出てきた右。